い、ということでじゃあやっていきますか。前回でね、こうね、怪しし様に乗れるようになりましてですね。おお。ただね、こう移動してる時にね、こうポケモン出せないっていうのがね、まあ少しあるんですけれども、まあそれでもね、移動が早くなるのはいいですよね。まあいっか。ウサギを沈める三段、銀河団に建てられたというのかね。そう、鉱物を投げます、投げつけます。はい、銀河団が持ち込んだ科学の力ってすげえこら、聞くよ、私を待って。約束通り、バサギの鉱物コロコロ豆を持ってきたよ。コロコロ豆、私たち新序団の問題解決できないのは銀河団に任せるしかないけれど、だが本当に任せて良いのかという思いも悩みにあるんだ。銀河団と私たちとでは風習も考え方も異なるから。あ、カイちゃんとバトルみたいですね。兄弟ともいえ頼もしいポケモンがいるからね。グレイシアか。じゃあ戦います。氷か。さあどうしようか、ピオーネでいけるか。ちょ、グレイシア近くで見たい。じー、かわいい。あ、ピオーネちゃん、うん、怪しい風でいいか。あ、レベル17だとやっぱ強いですね。あ、なに？あ、早技に来るのね。この雪、わあ！あ、やばい！あ！あ、飛行入ってるもんな。そりゃそうだわ。じゃあ、ポニータで。よし。この技や。あ、強い技ね、ちょっと覚えさせてないけど。まあ、効くやろ。オッケー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 。どうした？あ、やれ。なんかこうトレーナーとね、あんまりレベルの差がないっていうのも面白いですね。もう育てようと思えばね、いくらでも、ああ進化できる。もくろちゃん、いくらでも育てられると思うんですけれども。そっか、ボールはあくまでも道具、捕獲したポケモン相棒として心を通わすこともあるのか。あなたであれば大丈夫かもね。ではポケモン回復するよ。銀河団の三段とは何？鉱物をどうするのか教えてくれる？ボールみたいに丸くして投げつけます。そうそう、沈め玉とも言うべき発明だね博士はリラックス玉って言ってましたけれども、これね、山盛りの沈め玉。では森キング、バサギリお呼びするかね。ちょっと待って、ちょ一回セーブさせてくれ。やめましょうセーブされて、セーブごめんって。あ、じゃあ先に、あ、間違えた間違えた間違えた。進化させよう小鳥ちゃんを。小鳥ちゃんいいですか。じゃあいきますよ。この可愛い姿もしょうがないね。強くなるためなお願いします。最終進化がね、ちょっと興味あるんですけどね。はい、フクスロー。よし、じゃあセーブしていきますか。ジュナイパーはかっこいいよね。このね、2段階目がね、私はあまり好みではないんですけれども、モクロのお願いします。
はあ、お祭りの時期ではありませんが、そう、私がね、その食事を投げつけるっていうね。お姿を現したまえ。大事なのは回避。はい、 Y ボタンで攻撃を回避しろとな。お、お、ドド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 ド、おお、ハッサムとは違ったストライクの進化の形であったやのかな。光ってる。いや、モリキングバサギリ戦です。Y ボタンで攻撃避けろってなったやんね。沈め玉当てることで荒ぶりゲージを減らすことができる。なあ、強いなと勝利。キングに隙が生じた時、ポケモンボールを投げることで戦闘もできる。で、戦闘に勝利するとキングは無防備になり、沈め玉効果が増します。はい、オッケー。あ、そっか、ここでポケモンを投げる。やばい、あぶねー。来い、さあ来い。オッケー、怖い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 、おー、怖い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 。キランティしたら回避のチャンスだな。やばい、よし、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃないいいんじゃない、よし。で、これでバトル、オッケーオッケーオッケー。エアスラッシュ、ちょ強すぎじゃない、ちょっと待って待って待って、これはどうすりゃいいんだ。ドミーとマンブルマン、早技する、早技ヒノコ、うん、これぐらい効いてる。お、いいねいいねいいね、やけどで、力技、矢技、力技、火炎車、火炎車するか。いいねいいねいいね、ダブルアタック、おー、どうよどうよ、お、いいね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 、え、エアスラ、うわー、おー、よう耐えた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 、えらいえらいえらい、治るの。タイグルマ、よし、これで投げられるのでは。ぽい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 、ここここ、いけ、頑張れ、なんとか。あー、捨てろ、うー、さあどうしよう、ピョーネちゃんいける。いや、岩タイプに私のパーティー弱すぎるんだけど、ほんと。捨てろ、おー、よう耐えたけど、これは頑張ったね、えらいえらいえらい、頑張った頑張った。で、ルクシオー、ルクシオー、頑張って、ステロ、もうステロがマジで強いんだけど、何これ、あれ、こんな攻撃食らわせてなかったよね。いないの、キバ、お、ナイス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 、よし、行くぞ、よし、ちょっと待って、回復はできるわ。ちょ、回復しよう、回復、みんな。みんな回復、回復。はい。回復、回復。もう総力戦だな、ポケモンバトルは。で、小鳥ちゃんも回復、回復。で、水薬。はい。
はい、オッケーオッケー。元気のかけら大事だねこのゲームね。無理しない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 、ピランってしたら回避。よし、お、いいねいいねいいね。はい、いやどうせステルスロックだろう、やっぱり。もうあれかな、1回か PP も全部回復すんのか。厄介だねお前さんはね。ね、 HP も回復してるし、マジカルリーフ。ヤスラまた急所当たるの。あーよかった、よう耐えたよう耐えたよう耐えた。マジカルリーフ、よし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 。でヤスラ、さあ小鳥ちゃんナイス。あ、飛行入ってるから今回ちょっとピオーネ使わない方がいいかなーってちょっと思ってきた。怪しい風どう？あーちょい耐えかい。およしよし、耐えて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 、よしこれでまた投げれる弾が。いくぞ、よしよしよし、いけんじゃないこれ。お、やった、おー勝てました。強かった強かったっていうか、めっちゃ慌てるわこういうゲーム本当。いや、玉虫プレートを受け取った。え、虫のタイプの石板、あるポケモンを使うと虫の力を得る。君一緒に来ないか。あ、あ、いなくなっちゃった。ガーン、ゲットできるかなって思ったのに。な、何なんだ。ワサギの全身から光が消えていった。森キング、ワサギリ、静まったと考えていいのかね。やはり不思議な雷がワサギの力の源だったの。わかんねえ。他にも霊が出た可能性は高まるけど、私の考えはこう。先日時空の裂け目から不思議な雷が落ちた。やはりマサギリはあの雷に打たれ荒ぶったのではないだろうか。やはり時空の裂け目の向こうには神王様がいらっしゃって、不思議な雷はそのお力なのかね。では沈めたの誤りでは。喜んで沈め玉を作った俺が物分かりがいいようで、とんだま抜けではないかね。プンプン、キクイ落ち着いて。森キングマサギには真珠弾を襲うポケモンを退けてくれるありがたい存在。本物の神王様の加護を得たなら意味なくポケモンや人を襲うなんてありえないでしょ。だからムーンさんが成したことは大事なことなんだよ。混合弾とも銀河弾ともことを構えずに済んだよね。ありがとう。他にも荒ぶって苦しむポケモンがいたら救ってあげてよ。少しばかり取り乱したけど、君には感謝するとしますかね。失礼な物言いをしたお詫びと感謝を込めて。あ、お盆の実ありがとうございます。これさ、私思ったんだけどさ、このポケモン、こうカイちゃんの喋り方ってこれがデフォルトなのかな。なんかさ、そもそもさ、このアルセウスのこの、脚本というか、ね、これ書いた人が外国の方とかだったりしないってちょっと思って、なんかところどころさ、なんか日本語の使い方がうんって思うところが正直あるんだけど、気のせいかな？あ、そういう喋り方ってことでいいのかな？なぜ落ちてきたのかさっぱりわからないけれど。また荒ぶるボサギリを見たように、だってあの強さ憧れるからね。よーし、ということで。
お疲れ様でした。あ、団長に任務完了の報告をすると、バサギリどっかでね、ゲットできるといいけどね。じゃあ帰りますか。いや、博士頑張りましたよ、私。はい。あ、そっか、これで私ランク上がるかな。一つ星から二つ星になるかな。よし。お、ムックル。オッケーオッケー。わーい。第2ランクも昇格しました。森キングバサギリを沈めたのですね。村に戻ってデモクさんに報告です。空に消えていく光、キングを沈めたのですね。おや、そりゃもしかして。プレートではありませんか？ちょっとお借りしますよ。文字が刻まれていますね。宇宙生まれた場所、そのもの始まりの場所。神話の一部のようですが、どうやってこれを？こう、怪し死に認められたり、荒ぶるバサギリを沈めることで、プレートを受け取ったというのですか。胸が騒ぎます。推測ですが、このようなプレートは翡翠各地に散らばっているのでしょう。すべて集め、文字を読み解けば何かの真実がわかるかもしれません。あ、そうそう、ダイパーでもね、プレートにね、文字が書かれてたんですよね。結局なんかその謎はダイパーの中でわからなかったんだけど、ついにこの謎が、この翡翠地方を旅することでわかるのかね。神話、歴史の謎、そそられる好奇心、素晴らしい。これこそが人生です。では、さすが白野さんのご先祖。ご先祖様やなぁ。あ、そうだ、ってことで、多分ね、サブで報告ができるやつがあると思う。そう、これとかそうだし、可愛いムックルもそうだよね。多分、これで報告ができるよな。よし。やっぱ気のせいかな、テキストのなんかちょっと日本語の違和感というか。海外の方がさ、日本語なんか流暢になり始めて、なんかいろいろね、まあ、それでもなんかちょっとたどたどしさ残ってるなーみたいな、ちょっと文章のように感じたんだけど、まあ気のせいかな。早速読ませてもらおう。え、オスとメスで姿が違うの？額の大きさが違う。え、知らなかった。図鑑見せてくれてありがとう。詳しくなった今ならムックルを触れる気がするわ。あ、ムックルたくさんいますよ。たくさんいる、たくさんいる。じゃあレベル4の子でよければ。くるりと跳ねたたてがみ、まん丸つぶらな瞳、いいわ、かわいい、すべてが愛おしい。撫でますか。多分鳥だからふわふわあったかいと思います。いやー、ダメなんかい。やっぱり見るだけ満足だ。だって技を出すかもしれないし、怖いポケモンに近づけるなんて調査隊か警備隊くらいよ。ポケモン見ただけ逃げ出す子もいるの。図鑑ができてポケモンがどんな生き物かわかれば安心できるかもね。あらあら、残念残念。よし、じゃあ他にも報告できるやつ先に報告しちゃいましょうか。キノコもそうかな。もちもちキノコ。はい。聞いて聞いて、私見ちゃった見ちゃったの。何を？赤い火の玉よ。夜にか、に、かけ、え、風抜け道を通っていたら、ヒュードロロって。一文字かな？またいてる調査隊さん、信じたらダメだよ。姉ちゃんいつもこの調子なんだ。嘘じゃないったら夜赤い火の玉を見たんだってば。もしかゴースかな？どうだろう。本当に見たね。どうして信じてくれないの？赤い火の玉。はぁ、あ。ポケモン大量発生の報告があったらしいぞ。気をつけてよ。何？ちょっともちもちキノコのねやつをちょっとやりたいんですけど、原野ベースでいいのかな。へー、大量発生とかどんな感じなんだろう。ちょ、集合体恐怖症の人ご注意みたいな、そんな感じなのかな。あ、いたいた、この人か。はいはい、で報告します。もちもちキノコ、煮てよし、焼いてよしの優れもの。お、キノコを使ったレシピがもらえるみたいですね。キノコ寄せ玉。ポケ
ケモンに向かって投げるだけ。キノコが好きなポケモンの気を引くからその隙に逃げるもよし、もちろん捕まえるのもよし。あ、ありがとう。あ、いっぱいでもてや、何？はーい。おー、よかった。道具箱に送られました。また依頼がありますね。依頼メモ。ズバットの目。警備隊の小雨さんがズバットに関する頼み事があるそうです。なるほど。もう一個あった。おかしなポニータ目撃報告。珍しいポニータ目撃したそうです。なるほどね。オッケー。じゃあ、報告に、上に、登って、今回ちょっと報告したところで終わりにしましょうかね。いやー疲れた。森キングバトル。ドドン。大義であった。話は全て聞いている。見事荒ぶるバサギリを沈め、皆の安全安心を取り戻したのだ。お前は空から落ちてきた得体の知れぬものにもかかわらず、銀河団のために働いた。多少は認めようではないか。だが終わりではない。他のエリアでも荒ぶっているキングたちがいるという。だからこそポケモンを調査せよ。ことぶき村の役に立て。話は終わりだ。調査隊は芋づる艇だな。お前も行くといい。ああ、いや、頑張った後の飯はうめえ。お疲れ様でした。いつもの芋餅。今日も芋餅。あと美味しいものがあればどんどん持ってきてくださいね。噂で持ちきりだぞ。わさぎと退治して無事だったと運がいいことだ。ムン君は準備をしましたし、戦いの中でバサギリの動きを観察したのでしょう。いやー、もう手汗だらだらよ、ほんと。もっと安心したけん、おすすめはこれ。モメさんに教わってレシピにしたんだ。目隠し玉、ありがとう。バサギリに襲われる心配もなくなりました。黒曜の原野で暮らすポケモンたちを調査するのです。ん？え？何？どなたですか？待ってたよ、ムーン。私、ユラ。よろしくね。ちょっと怖いんだけど！あのね、とても大事なお話があるの。ちょっとついてきてくれる？え？何？ちょっと怖いんだけど！え、普通の女の子でいいんだよね。あ、ビッパがいる近くに。あのね、ここだけの話。翡翠に災いが散らばったの。数百年前、翡翠のうちに災いを起こしたものが封印されたの。だけどどうしてだか封印の不思議な術が解けちゃった。このままだと大変。お願いムーン。解けた封印を元に戻して。どうするの？それはどうすれば？ありがとう。信じてくれるんだね。ムーンは助けてくれようと思ってた。あ、要石！はい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 。そう、ミカルゲさんやん。封印されていたたくさんの灯火が翡翠に散らばったの。灯火は全部で107個。はい。要石は散らばった灯火を集めるための石。要石を持っていれば散らばった灯火も見えるはず。108ある煩悩ですけどね。大変だけど全部集めて、近くにも散らばった灯火があるはずだよ。あ、本当だ、あるね。なんか妖怪ウォッチの魂みたいだな。ということで、じゃあ今回はここまでにします。お疲れ様でした。